身茶体質的性味、サトシ人と構成美味しい飲みやすい中とどコ美味しい抵抗がない影とど構成かける苦みや渋みを感じる飲みにくい解説日本人はお茶には敏感でまた香りや色彩などにもこだわりを持っていますそれだけに 健康茶といえども飲みづらいものは敬遠される傾向があります幸いなことにこのビワ茶は体内熱が高い現代人にぴったりと合っているためにおいしく飲めて紅茶のような色合いも上品に見えます体質的には体内毒素のたまりやすい非とどこ性体質中とどころ性体質に向いています数は少ないが 影抗性体質の場合やあるいは非届こう性体質であっても異常に血行が悪い場合は苦みや漢方薬的な臭み渋みを感じます体質が合っている場合はよりたくさん飲む方が効果的です美和茶のお茶漬けや茶が湯も良いでしょうまた風や過度の労働などで一時的に影届こう性になっている場合は 同じお茶が苦く感じるはずですからそのような時は一時的に中止することも大切ですビワの葉には通称ビタミン B17 アミグダリンという成分が含まれておりこれががんをも制するという発表をアメリカがん協会がしていることからもこのビワ葉のお茶の有効性がうかがえますビワ茶は無農薬無添加の純自然なものを選んでください ゆくぱい中国天然ビワ茶 250g 入り2500円ビワ食品体質的、性味さとし人度構成抵抗がない苦味を感じるが食べれないようなことはない中とど構成かける苦味が強く食べづらい影とど構成かける苦味が強く食べづらいとても食べれない解説 ビワ食品はビワの葉のエキスを極限まで濃縮して作られているため苦みが強く食べておいしいようなものではありませんしかし人度高度が高くなると甘くておいしい食べやすいと言われる人がいますこれは腸熱が非常に高くなっている証拠ですから腸の改善と合わせてビワ温熱法で皮膚呼吸を良くする必要があります 中都度構成体質や影都度構成体質では苦味に抵抗が強くとても食べれないぐらいです中都度構成体質と非ど度構体質の合併症で便秘がある場合を除いては中都度構成体質影都度構成体質には用いる必要はありませんビワ温熱法が皮膚からの排毒法であるのに対しビワ食品は 腸からの排毒法と言ってもいいでしょう。腸内部に毒素が溜まっているあるいは溜まる原因を作り出す宿便がある場合にはこのビワ食品が大変有効になってきます祝勉のある「なし」を示してみますので参考にしてください宿瓶大便の色ガスの匂い回数ある黒に近い色濃茶色 茶色、大便に強い匂いがある。大便が臭う。ガスの匂いが強い。ガスの出る回数が多い。なし、黄色。白に近い色、大便の匂いを感じない。ガスの出る回数は少ない。120g 入り、9600円。厳選。体、質、的、性、味、さとし。人と構成、かける、苦い。 食べにくい中とどこう性おいしくもなければまずくもない影とどこう性おいしい抵抗がない解説この源泉は低くなった体内熱を高め体の中に酸素を吸着させる食品です影とどこう性体質にはおいしく食べられますが人とどこ体質いわゆる体内熱の高い人には苦味が強かったり 嫌な味がしして食べにくかったりします中都度構成体質でも必要とする場合がありますが味覚的にはまずくはない程度の人が多いようです原料にもち米小麦胚が梅干しなどを用い非天製法によるアルファアルファ化された製法特許製品です非都度構成体質には体内熱を高める結果になるので不向きですが 抗性体質や中とど体質の自律神経失調症や不定収穫と言われる人で体内熱が下がっている場合には特に有効です茶碗に大さじ3杯ぐらいを左右で練ってその中に三温糖か蜂蜜を少量入れ混ぜて食べてください極度に疲労した場合などにも同様に食べて体力を補うこともできるので便利です 600g 入り1万2000円ナチュラルバス体質的・感サトシ性・感さとし人度構成入浴後爽やかな気分溜まった毒素が抜けて体が軽くなったような気分中と度構成汗の質が良くなった抵抗がない影と度構成×入浴後気分良くない寒い 入浴後、疲れる。解説。美は温熱法をしたいが、時間がない、温熱法のヒーターマットがないのでできない、という方があまりにも多いので、家庭でも気軽に温熱効果が望めるものはできないか、ということから、このナチュラルバスは開発されました。欧米と違い、湿度の高い日本では、熱い湯を張ったお風呂に入って体を洗い流し、 気分さっぱりリラックスするという健康的な習慣がありますところが最近では給湯器付けユニットバスの普及でお風呂の代わりにシャワーだけで済ます人も多くなってきているようですこれでは皮膚から発汗することもなく体内の毒素は出口を塞がれたままの状態ですなぜ現代人に風呂嫌いが多いのでしょうそれは 体内熱が高くなりすぎているためにお風呂の熱に抵抗があるからですですからお風呂に入ってもカラスの行水になったりシャワーだけということにどうしてもなりがちなのです水質にも問題があります家庭に送られてくる水道の水は塩素消毒が行われています都会の水ほど嫌な匂いがしたり 不自然な味がしたりする理由は、消毒のためではないかと思います。同じ水でも、田舎の井戸水を沸かしたお風呂と、都会の水のお風呂では、全然肌の感触が違うのです。消毒のために、人工的に手を加えた水は、陽性になっているために、人度高性体質になりやすい現代人には、ヒップラスとヒップラスで反発するために長湯できないのです。 この問題を解決したのがこのナチュラルバスです。ナチュラルバスには、ウィワの葉エキスと野生植物のエキスが含まれています。植物エキスの陰性な性質が水質を中和して、人トド抗生体質になりがちな現代人でも入浴が楽になり、温熱効果、発汗促進に役立ちます。もちろん、 ののの葉の成分による皮膚からの排毒効果は言うままでもありません体質的には非都度構成体質には最適ですが中都度構成体質との合併症にも使えるため対象者は広いと思います影都度構成体質の場合は入浴が疲れる気分が良くないことが特徴ですから吸音熱法や食事療法に努めて実行してください 1>, 1リットル入り8800円。海外ゴールド。体、質、的、性、肝、諭し。人と構成、熱が冷める。かゆみが止まる。痛みが止まる。中とど構成、効果がはっきりしない。影と度構成、かける、つけると、寒い。冷えて苦しい。痛みが増す。解説。ビワのハイキスをベースに。 アロエ海藻グレープオイルなどを混ぜ合わせただけの植物製品ですカイカイゴールドを皮膚に直接塗ることにより過剰になった体内熱を下げ皮膚呼吸を正常にして酸素を多く取り入れる体を作ることが目的で開発されましたですから病名に対する治療薬でもなければ美しく見せるための化粧品でもありません 病気は原因に対する現れですから、表面ばかりを見ていてもダメです。根っこになる部分、体質にスポットを当てたものでなければ、いつまでたっても、本当の健康はつかめないのです。開会ゴールドは、簡単に言うと、非滞在性体質に対する、非の滞りをほぐすものですから、非の症状が皮膚にある場合、高熱がある。 アトピーで毒素が浮いてかゆい火けどのとき水虫がかゆい捻挫や打撲で冷やさなければいけないそのようなときに体内熱を取り去ることができます開会ゴールドをつけてみてスッとして気持ちいい症状が緩和されるときは人どころ性体質とみて間違いないでしょう影とど構成、性中都度構成性はその逆ですから間違ったときは再度 陽性な食品、海翔茶、厳選などで体質判定をし直すなどの処置が必要です。180g 入り、1万5000円。活石、ナチュラルソフト乳化液。体、質、使用組み合わせ。人と構成、かつ石、足すナチュラルソフト乳化液。中と同構成、かつ石、足すナチュラルソフト乳化液。 影恒性かつ石の実または足すごま油解説かつ石健康法第2章3章で使うかつ石とナチュラルソフト乳化液についてここでは体質の適性を解説することにしますかつ石は由来言葉が示すように健康の石として台湾の民間療法に生かされてきました現地の人はきっと ちょっとした山気ぐらいは、この活跡で治していたのかもしれません。しかし、人と抗生体質に傾きやすい現代人は、一旦発病すると、病気の方も頑固で、いろいろな手段を講じてみても、なかなか良くならないのが実情のようです。それもそのはず、病気になった元の原因を計算に入れずに、どのような治療をしてみても、所詮、もぐらたたきのように、 次から次へと病気の目は伸びようとするばかりですがんをはじめとする悪性病の多くは突然発病するのではなくその前に体の不調や食欲不振など全段階的な症状が必ずあります肩こり腰痛首のこりなども単純な使い痛みならいいのですがそうでない限りどこか何かに原因があるのですから 早いうちに体質を改善して次に待ち受けている厄介な病気に陥らないようにしなければいけません温熱法や食事による体質改善と合わせて滑石を使った健康法で筋肉のこり痛みを取り血液の流れを良くすればより一層の相乗効果が期待できますこの滑石は1人で肩や首をマッサージできるように 握り手の部分が弓状にくびれていてさらに接触面外周は R 状に面取りしてあるので持ちやすく当たった感触が良く力の弱い人にも十分お圧できるようになっています実用心安特許第97万6378号また外出時にも簡単に携行できる手軽さも嬉しいと思います人と構成体質 中都度構成体質には、琵琶のハエキスに、アロエや海藻を加えて乳化生成したナチュラルソフト乳化液を使い、活石のパワーが十分発揮できるようにします。影都度構成体質の場合は、何もつけずに、そのまま柔らかくこするか、ごまの油を少量つけてこすってもよい。使う場所によって、こする、押さえる、叩くの使い分けをするのもよいでしょう。 東ひしだま1万円ナチュラルソフト入荷液 100cc 入り6,000円。